とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、新しくなったタワー、シーズン7、攻略していきましょう。今回は、30回までです。特に難しいところは、ないかな。2箇所、3箇所ぐらい、ちょっと注意すべきところはあるけども、まあ、いつもよりも簡単だと思います。まあ、とりあえず、1回から10回、11回から20回、21回から30回ですね。3回に分けて投稿していきます。よろしくお願いします。では、まずは1回から10回まで行ってみましょう。1回から10回、難しいところは1箇所かな。あとは特に問題ないと思います。まず1回、クリーパーが3体合計で出てきます、クリーパーだけ注意してください、普通に殴り合わない方がいいです。もう木枠を狙って、動いた方が間違いないですね。で次クリーパー出てきます。うまいこと木枠させていってください。そうすると安全です。終わり。まあ、1回問題ないですね。クリーパーだけ注意してください。1回の報酬何もいりません。2回です。おすすめは俺はこっち側から行くことですね。敵が3体合計で出てきます。この3体を倒した後に、こっち、時計回りと反対側に行きましょう。じゃ、敵の数は多いんだけども、よし、まだまだ攻撃力は低めなので、特に問題ないと思います。しゃ、ゴリ押しでいいです。ゴリ押しでもうどんどん倒していってください。ほら12とかもう全然ダメージ少ないから余裕です。で矢がいっぱいある時と矢があまりない時で攻略法が若干変わってくると思うのよね。なので今回はどうでしょうか。矢がいっぱい出てきてくれるかな。報酬、星なき夜、取っていってください。星なき夜はかなり重要です。で、ここのエンチャントも、まあ、お任せします。うん。蜂でもいいし、エコーでもいいし、火属性でも大丈夫です。まあ、その3つ、どれか入れてください。これはエコーが好きなので、エコーを入れますかね。蜂も意外といいと思います。うん。エンチャント1個残ってるので、蜂1個入れててもいいですね。エコーは攻撃力が、攻撃回数が上がるので、攻撃力が上がります。で、蜂は、これ、タンクになってくれるので、生存率が上がりますね。こいつがタゲ取ってくれるので、かなり便利です。よっしゃ。さあ。で、3回はね、結構きついです。結構きつい。一番最後に出てくる敵がかなりね、面倒いので、まずは、この上下に分かれて倒していった方がいいです。うん。まずは、下で近距離を倒して、で、残った遠距離を倒していくっていう方法だね。蜂がいると意外と、タンクになってきてターゲット取ってくれるので安全です。まあ蜂を取ってない場合は自分一人に、ターゲットが向くのでちょっと動きに注意が必要ですね。で報酬ゴーレム取っていきましょう。ここ穴があるので、落ちないようにしてください。でゴーレムも穴に落ちちゃいます。ゴーレムが落ちるとね、ちょっと嫌な感じになるので、注意してください。ゴーレムは落とさないように、落とさないようにもまあ難しいんですけどね。実際のところ、勝手に落ちちゃうので、ちょっと難しくはあるんですけども、まあまあ、ゴーレム、注意してみてください。しゃ。あー、うまいこと合わなかったな。合わないな。よし。
終わりだね。まあ特に問題ないでしょう。5回、あ、4回クリアですね。で、ここ報酬いりません。ゴーレムはちゃんと毎回更新して、HP をマックスを保っていってください。で、ここの5回、ジオマンサーが4体ぐらい出るかな。ジオマンサーを早めに倒すようにしましょう。爆弾がかなり厄介です。うん。で、クリーパーは今の1体だけ。ジオマンサーの爆発を、まあ、2、3回食らった後とかにクリーパー食らっちゃうとちょっとやられてしまうので、まあ、そこは注意してください。ジオマンサーの 爆弾ね、あれはしっかりと見てからかわすようにしましょう。はい、おしまい。まあ、とにかくジオマンサー、そして1体だけ出るエンチャンター早めに倒していきましょう。5回クリアです。で、ここのおすすめ、俺はね、魂のクロスボウ、これを一応持ってた方がいいと思うけども、まあ、回復いらないよっていう人は別に持っていかなくても OK です。まあ、今回は持っていかずに行きましょうか。エンチャントポイントが若干、まあ、1か、多めに手に入るんで、後々、効いてくる時があります。あ、やばい！危ねえ！危ない危ない。ここもね、ジオマンサーが、全部で4体かな？います。4体か5体いるので、ジオマンサーを、まずは、早めに倒すようにしましょうね。うん。まあまあ、ジオマンサーさえ倒せばなんてことないので、サクッといっちゃってください。6体クリアでーす。で、ここも、何もいらない、じゃないや。エンチャンターの書。エンチャ書は、むちゃくちゃ重要です。あ、で、今回も忘れてたんだけども、ちゃんとね、ゴーレムの HP は、更新するようにしてください。そうしないと、ゴーレムの HP がね、半分とかそれぐらいからスタートしちゃうので、耐久力にちょっと難ありになっちゃうんだよね。よっしゃ。で、うまいこと、ゴーレムは、罠を踏まないように、動かしてあげましょうね。さすがのゴーレムでも罠を踏むと結構ダメージ食らうんで、まあ、こっちに引き戻すとかそういう動きで対応してみてください。はい。で、さっきの報酬で流れ込む魂をすると耐久力が上がります。かなり回復するのであれはいいんですよ。でも、もっとゴリゴリ攻撃的に行きたいっていう人は、これ。乱射のクロスボウがおすすめです。はい。まあ俺はこれ結構好きなので、乱射のクロスボウを持っていきます。あ！忘れてた。また忘れたけど、ゴーレムはちゃんと更新しましょう。うん、あ、で、乱射のクロスボウを持っていくにはもう一つ注意があった。矢を、結構消費しちゃうので、矢がたくさん出てるときは、持っていったらいいです。うん。矢の消費量が結構、多めなので、それは注意してください。ここ。何も、あ、違う。エメラルドだ。そろそろ HP が少なくなってきたので、エメラルド装備をつけていきましょう。エメラルド装備は攻撃速度が 25% アップしますので、どの武器との相性もいいです。はい。あ、で、エンチャントさっきから、入れてなかったけども、まあ、若干なりと上げていってください。うん。で、乱射のクロスボウに弱体化を入れると、結構ダメージも減っていい感じなんですけども、今回は、ちょっと俺、矢がね、全然出ないのよ。矢がすごい少ない。なので、あまり使わず行こうと思うので、エンチャントは後回しでいいですね。うん、矢がめちゃくちゃ出たよっていう時は、もう弱体化貫通を入れていくと、かなり、
使える武器になりますので、まあそこはうまいことやっていってみてください。矢がいっぱい出てきたときは、弓を早めにエンチャントして、まあそうでもないときは武器をエンチャントする、まあそういう感じですね。9回クリアでーす。はい、でここようやくですね、愛のメダル出ます。愛のメダルはタワー攻略でめちゃくちゃ使えるのでおすすめです。あ、でゴーレムの HP はちゃんと更新していきましょうね。 HP はちゃんと更新しないともったいないので注意してください。よし、まあ特に問題ないと思います。ここもシルバーフィッシュ、まあ、うまいことねこの爆発から逃れて、まあまあ愛のメダルでね対応していくっていうのもいいです。愛のメダル、あ失敗した、階段でローリングミス。よっしゃ、あと2体か、終わりでもなかった。こっち側にいるのか。スケルトンが多めですね。はい、まあ問題はないと思います。10回クリアでーす。でクリアしたならば必ずゴーレムをこうやって更新しておく。それはね毎回やっていきましょう。俺もよく忘れるんだけどね。はい、ということで今日は、1回から10回までの攻略やっていきました。多分ね3回が若干難しいかなと思います。うん、まあ8をね一つ入れとくと結構難易度下がるので8は入れておいた方がいいです。あいつらがタゲを取ってくれるのでいい感じですね。はい、ということで、次は11回から20回までの攻略をやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。